ご視聴ありがとうございます。薬局屋の花澤です。ハロウィンが近いのでちょっと魔女宅のキキのコスプレをしてみました。ジジじゃなくてあり合わせの猫なんですけど、とりあえず抱いてみました。ご予約についてや営業についてお問い合わせをいただくことが多くなっておりますので、改めてご案内をいたします。9月までで公式の営業は打ち切らせていただいておりまして、10月からはリピーターの方のみ受付をしております。今日もお仕事させていただいたんですけれども、まあお一人お二人ぐらいでセーブしてお仕事をさせていただいております。11月以降に関してはちょっとお約束ができません。まあ、できる範囲では、まあ、短時間とか知ってる方で無理がないようにやれるようであればやらせていただきたいとは思っておりますが、ちょっと体調見たり担当の産婦人科医とも相談をして今後決めていきたいと思っております。で、1月6日が予定日となっておりまして、公式に再開させていただくのは4月か5月かそれぐらい、春からですね、来年の春からを目処に考えております。4月以降の再開の際にはまたご新規の方も受付をさせていただきますので、改めてよろしくお願いいたします。なお、お電話をいただくこともあるんですけれども、ブログでも書かせていただいたりしてるんですけれども、トラブルがあったりですとか営業の電話だったりとかっていうものも多かったりしますので、電話は受付をしておりません。なるべく LINE ですとかメールですとか、そちらの方からお問い合わせいただくこと、また基本的にはリラック屋の営業に関することですとかメニューに関することは全て、ブログですとか動画の方でご案内をさせていただいておりますので、一度ちょっと申し訳ないですがお調べの上で、わからない時にお問い合わせをいただくという形でお願いいたします。全ての方にですね、何にでもお答えするというふうには致しかねますので、ご理解ご協力お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。 See you.